新興カリドは日本の競争馬である。馬名の由来は生産者であり元馬主であった安田治の冠名新興と母ハイドロカリドのカリドから主な勝倉は二千一年のセントライト記念である。フランスジーニアスタルテ賞の勝馬、ハイドロカリドを母に持ち、祖母にマキャベリアン、イグジットツノーェア、クードジェニーの母、クードフォーリーを持つ両決で謹慎には ノーザンダンサーがいる。母、ハイドロカリドがグラスワンダーの父でもある、シルバーホークの子を宿している時に、日本の新興ファームに輸入された持ち込め馬である。2000年8月13日、札幌競馬場で行われた2歳新馬に出走し初勝利。しかしその後のイチョウステークス、東京スポーツハイ3歳ステークスでは、添えや落鉄の影響もあり敗退した。 翌2001年は2月11日の3歳500万、下競争を勝ち上がると、サツキ賞トライアルである、スプリングステークスでは、アグネスゴールドに敗れたものの2着に入り、本番への優先出走権を得る。サツキ賞出走前に、馬種の安田が本、馬を手放し、馬種が変更となった。サツキ賞では、関東馬として、最先着となる4着入選を果たすも、続く。 東京優春では12着と大敗した。なお、サツキ賞以降のオーナーは、千代田牧場代表の飯田忠史に移っている。秋初戦となる、セントライト記念では後に、有馬記念や天皇賞を制するマンハッタンカフェラを、抑えて勝利し、重賞初制覇。しかしこのレースが自身最後の勝利となる。セントライト記念後は、在庫の影響もあり当初予定していた。 天皇賞や菊花賞を回避し、有馬記念に出走したものの7着と敗退した。その後は、故障が続き、2003年に復帰するものの以前のような、走りは見られず、中央競馬の登録を抹消。地方競馬に、天馬やした後も勝ち負けになるレースをすることはできず、2005年6月21日の、テレビ、埼玉杯以降レースに出走せず、 2008年10月1日付で地方競馬の登録を抹消された。ありがとうございます。